ふざけんじゃないわよ。足を踏み外したら一巻の終わりね。ゲームオーバーってやつよ。こんなところで出てくるなんて約束が違うよ。誰との約束よ。から持ち出せそうなの。無理なら諦めて戻るわよ。でもここで諦めたら先に進めなくなっちゃうんだよね。そうしたら
この町の人たちが大変なことになっちゃうんだよね。やるよ。うん、やる。終わったよ。その紙袋は、いえ、聞かないでおくわ。うん、その方がいいと思う。じゃあさっきの網膜認証のところに戻ろうか。そうね。顔色が悪いけど大丈夫？じゃないわよね。そうね、分かってるわ。鉄骨を渡りつつ敵を突き落とさないといけないなんて、ざわざわなシチュエーションね。頼んだわよ。とっとと終わらせちゃって。ずるいよ、深川さん。その気味の悪いものは用なしでしょ。だったら放っちゃいなさいよ。ダメだよ、罰が当たるって。あんたね、罰が当たるとか霊感が強いとかオカルト話も大概にしなさいよ。罪も罰も罰も生きた人間が作ったものなんだから、死人に罰を振らす権限なんてないわよ。それはそうかもしれないけど。おお、じゃあ何か言った？何にも言ってないわよ。おかしいな。なんか声みたいのが聞こえた気がしたけどな。言ってるそばからオカルト話。あんた本気でいい加減にしなさいって。おうちゃん。ほら、また聞こえ。何よ、どうしたの？いきなり大声出してすっ転んで。ふざけてる場合じゃないっていうのに。本当なんだってば。お嬢ちゃん、
私の首を投げ捨てるとはひどいじゃないか。変な真似をするはずないだろう。私はただ話を聞いてほしいだけだ。話ですか？困る。しっかりしなさい。それは幻覚よ。気を確かに持つのよ。私の名は東和徳一。かつて東和グループの会長だった男だ。お父さんですよね。ほう、ハイジのことを知っているか。では妹のモナカのことも知っているのか。妹？え、モナカって。モナカはね、魔法使いなんだよ。それとね、小学校に通ってた時は超小学生級の学活の時間って呼ばれてたんだ。じゃあ、あの子とハイジさんって兄弟なの？そうか。やはりモナカのことも知っていたか。それならば話が早い。頼む。手段は問わん。なんとかしてモナカの暴走を止めてくれ。このままあいつを放っておけば東亜の栄光の歴史が終わってしまう。まずいわね。困るか完全に幻覚と喋ってるわ。なんとかして正気に戻さないと。あの恩知らずめ、拾ってやった恩を忘れてこともあろうか東亜に反旗を翻すとはな。拾った？ああ、あれの母親はもともとは私の愛人だったんだ。だがあいつは子育てを放棄し、赤子だったモナカを私に押し付けて消えおった。だけど自分の子供ならおじさんが育てるのは普通なんじゃないですか？ふん、母親に育てる気がないなら最初から産ませたりせんかったわ。そんなのって。しかも本来なら施設に預けるところをわざわざ家に置いて育ててやったというのに、あいつはその私をこんな目に遭わせおった。実の父親を殺しおったのだ。己、全部あの女のせいだ。あの女がモナカを狂わせたのだ。モナカが東亜グループの裏切りに対して過剰な反抗心を見せた時から妙だとは思っていたが。ちょっと待ってください。あの女って。ふん、あいつの名など口に出すのもおぞましいが。冠婚葬祭四面相火天神爛漫三冠四音。再起冠発王から万無学問も無料動画だ。頼む、モナカを止めてくれ。この無念腹さでおくおべきか。正気に戻ったみたいね。あんなむちゃくちゃなお経で消える霊なんていないわよ。全部あんたの妄想よ。妄想？でも東亜家の事情とかいろいろ教えてくれて。だからそれも含めて妄想なのよ。
のはわかるけど、夢を見るのは一件落着した後のベッドにしなさい。なんか腑に落ちないけど、わかったよ。が出てきたわよ。それは漫画なんて低俗だと思うのは変わらないけど、バカにしないって言ったらしないわよ。それに何かになりたいって思いそのものはバカにするようなものじゃないじゃない。何？ううん、別に深川さんと友達になれてよかったなって。もしも私が漫画を描いたら深川さんに一番最初に読んでほしいな。まさか私が漫画を読む日が来るとはね、考えても見なかったわ。え？殺しましょう、大人なんていらない。
かるのよ。いつの間にモノクマと心を通わせられるようになったの？少女なのよ。だから奪われてないって。この部屋のどこかにこいつらを操ってるモノクマキッズが隠れてるはずですから、見つけてぶっ殺しちゃってください。殺せですって？殺さないよ。止めればいいだけでしょ。夢中で吠えてるタイミングが移動のチャンスね。お姉さんももう少しあの職種になれれば。ねえ、どうしてあなたが襲われてたの？誠に残念ながら私も裏切られてしまったようです。残念な割には屈託のない笑顔ね。これも演技ですから。今の私が演技をやめたら大変ですよ。きっと惨めったらしく取り乱してしまうでしょうね。いやはや、ここまで完膚なきまで裏切られるなんて本当に腹渡が煮えくり返る思いですよ。それってあのモナカって子のことだよね？ええ、あいつは自分の口で言っていました。最初から楽園なんかに興味なかったって。純子お姉ちゃんの意思を継ぐって言葉で私たちを騙していたんです。純子お姉ちゃんが私たちに与えてくれた希望すらあいつは利用したんです。そうやって希望の戦士のみんなに戦わせて、いえ、戦わせただけではありませんね。ほら、お姉さん方に負けた後
私はモノクマキッズに襲われましたよね。おそらくあれもあいつの仕業です。きっとダイモン君やジャタロウ君も同じ目にあったんです。あいつは希望の戦士を裏切っただけでなく殺したんですよ。あいつには友情も努力も勝利も最初からなかったんです。私たちが夢見ていた子供の楽園なんて最初からどこにもなかったんです。だったらそいつの目的は何なのよ。よくわかりませんが、二代目江ノ島純子がどうとか言ってましたね。二代目？きっと手柄を独り占めしてみんなの楽園ではなく自分だけの王国を作りたいのでしょう。その王国で二代目江ノ島純子を名乗って周りからチヤホヤされたいのでしょう。ほんと下水やつです。うんこ堂を喉に詰まらせて死んでしまえばいいんです。ねえ深川さん、どう思う？そもそもこいつの言ってることが信用できるのか疑問ね。裏切られたとか言って私たちを油断させる作戦なんじゃないの？とんでもありませんよ。ご覧の通り、ほら、脳武装ですから。ちょっとやめなって。では信じてもらえるように耳寄りな情報をお教えしましょう。あの嘘つきモナカの居場所です。あいつは屋上ヘリポートに停泊中のエクスカリバー号の中にいるはずです。エクスカリバー号？お姉さんが勇敢に飛び降りた巨大ヘリですよ。現在東和ヒルズの屋上ヘリポートに停泊中なのです。居場所が分かってるならどうして自分で仕返しに行かないのよ。もちろん行こうと思っていましたが、モノクマに襲われてこのざまなのです。モノクマを操ってる装置もそのヘリにあるの？おそらく嘘つきうんこモナカが持っているはずです。モノクマを操っているのはあいつですからね。まったく、何が魔法だか。あんなものがあるからあいつは調子に乗るんです。ですので、あいつからあれを奪い取って安全な私に渡してくれると助かります。どこが安全よ。あんただって似たようなもんじゃない。それより未来機関の人質はどこ？私はそっちの方がずっと大事なのよ。それってパツキンで乳首の綺麗そうなお兄さんのことですか？それよ。乳首が綺麗なのは間違いなく白夜様だわ。その白夜様という方なら東和ヒルズ最上階付近の倉庫に囚われていますよ。ですがその部屋に入るための鍵も嘘つきうんこピッチモナカが保管してるはずです。じゃあそのガキを裸にひんむいて鍵をぶんばればいいのね。ええ、ひんむいた後で下半身を生き埋めにして空腹の犬に襲わせればいいのです。そこまでしなくても鍵を渡してもらえばいいだけだよね。お姉さんは優しいですね。ではさっきの件も覚えておいてくださいね。モノクマを操る装置の件です。私に預けてもらえれば何も問題ありませんから。だってもう大人への憎しみはありませんから。魔物だなんてこれぽっちも思っていませんから。それではごきげんよう。ごきげんようってどこに行くんだろう。大人への憎しみはないなんてよく言うわよ。演技しきれないであんなやつ助けてよかったのか疑問ね。それより目的地も分かったんだし早く屋上のヘリコプターに行こうよ。犠牲者が増える前に何とかして子供と大人の衝突を止めないと。困る。あんた目が怖いわよ。え？何度も言ってるじゃない、この町の連中なんてついででいいって。だけど分かった？分かった。 AM
終わり。